え皆さん、こんにちは。雲野和夫です。今日は、狩り橋と寄生梅の話です。狩り橋の主人公は、大白壁工という雲を狩る鉢です。今、上の方に雲がありましたね。これ雲はですね、この壁工鉢が他で買ってきてですね、そしてその近くの葉っぱの上に置いたんですね。そしてその下で、こう、 穴を掘ってそこに埋めようというわけです。大城不別ウは、この蜘蛛にですね、自分の卵を産んで、えー、そして、えー、その卵から帰った幼虫は、その恐ろしい敵が来ました。えー、左上のところにハエが一匹いますが、このハエは実は、大城不別ウの、えー 巣穴を掘っていて、大城ベッカがいない間にやってきて卵を産む蜂なんですね。卵というか、ウジですね。ウジを産むので、非常に早く育ちます。今、うじ、産みました。エが飛んできて、ウジを産み落としたんですね。えー、蜂の方は自分の獲物を見に行って、そういう間に、えー、ウジを産んでしまいます。まあ、うじなので、蜂の卵より早く成長しますから、蜂の、 卵は帰る頃にはもう獲物を取られたり自分の卵まで食べられてしまうと、そういう恐ろしいことになります。ちょっとね、場所がやっぱり気にならないので、もう一遍違う場所を掘ろうかというところですね。これ、もしかしたらこの蜂はですね、その寄生馬がいるのを気がついているのかもしれないですね。今上の方に寄生馬がいて、下でえこの蜂が えーあ、巣穴を掘ろうとしています。で、蜂がまた、あのー、ちょっとどっか行きましたが、また別の場所へ来て、えー、穴を掘っています。これどうもですね、この灰を、に自分の場所を気がつかせないように、いろんなところに、えー、穴を掘っている。そんな感じもします。またやってきました。えー、ハ灰がやってきて、卵を産みます。これが寄生梅ですね。恐ろしい寄生梅すごく小さな灰ですが、 え恐ろしい灰、はい、です。えー、また、えー、大城別校は自分の獲物を確認に行きました。そういう、こういうふうに、外で出かけてる間が危ないんですね。えー、今度また違う場所を掘り始めました。これはやっぱりですね、えー、大城別校の方も寄生灰がいることを知っていて、どうやって寄生灰から逃れようかと、もう試行錯誤しているんじゃないかというふうに思いますね。 ま、こうやってですね、一生懸命、あの、穴を掘るわけですね。そしてまた今度は違う場所を掘り始めます。え、今度は大丈夫かなっていう、ちょっと石の影ですね。で、今度はかなり一生懸命掘ってます。でも、見てください。ちゃんとハエが見合っているんですね。このハエはですね、シロべっコがいない間に、え、卵を産む寄生梅です。シロべっコはそんなことも、 知ってか知らずか。多分ね、これ知ってると思うんですけども、あの、一生懸命穴を掘っています。まあ、敵を騙すには、えこの蜂の方もですね、一生懸命やってるふりをしないといけないですね。ハエはずいっとその様子を伺っています。怖いですね、この寄生媒というのは。こういう寄生媒がですね、実は、 カリウドバチの一番の敵で、いつも付きまとわれています。それをどうやって振り払うか、また来ました。今度は2匹ですね。今、穴を掘った場所に2匹のハエが一生懸命ウジを生んでいます。これには、もうこれではたまりませんね。えー、大白壁工の方は今度はまた別の場所に行って穴を掘り始めました。